皆さんこんにちは。株式会社ニュースポの代表取締役小澤と申します。よろしくお願いします。YouTube チャンネルを開設いたしました。このチャンネルではですね、アスリート 2.0 という、テーマをもとにやっていきたいと思っております。弊社はですね、アスリートのマネジメント事業をしておりまして、主にアスリートのマネジメントもそうなんですが、サイドビジネスのサポート、代表的な選手といいますと中島イシレリというラグビー選手をマネジメントさせていただいているんですけども、イシレリ選手のオリジナルグッズを作ったりですとか、アパレルを作ったりです、そういったサポートをしております。またセレッソ大阪にいる戸倉健選手の YouTube チャンネルの運営のサポートをさせていただいているですとか、アスリートのですね、サイドビジネスのサポートなんかもさせていただいております。やっぱりですね、キャリアプラン、セカンドキャリアというところで、現役中のキャリアを、どうやって過ごしていくのかのアドバイスですとか、引退後に向けてどういった準備ができるのか、その辺はですね、ファイナンスの部分も含めて、運用をどういうふうにしていくとか、節税をどういうふうにするって、または、将来に向けて仕事をビジネスとしてつなげていくために今どういう準備ができるか、そういったところを、サポートしております。あとは、SNS 周りですね、インスタグラムですとか、TikTok、こういった YouTube もそうなんですけど、そういった、プロモーションに関する、運用のサポート等も、させていただいております。で、このチャンネルを通してですね、うちの所属選手ともそうなんですが、うちの選手に関わらず、スポーツ関連の仕事をされている方ですとか、例えば人材関連の仕事ですとか、経営者でもいいですし、アスリート 2.0、 要はアスリートが今後あるべき姿、理想の姿ですね。まだまだアスリートを取り巻く環境っていうのは非常にいろんな課題が多くてですね、もっとよりいい環境を作っていって、もっとアスリートが輝ける社会を作っていくっていうことが必要だと思ってますので、ぜひいろんな方とその辺のトークをしていてですね、一緒に問題解決がしていければなと思っております。早速ちょっと僕の自己紹介をさせていただこうと思うんですけれども、生まれは静岡市で生まれました。僕は現在32歳、3児の父になります。サッカーを3歳の頃から始めまして、サッカー王国で生まれたので自然と始めました。中学校は東海第一中学校、今東海第一商用中学校に変わってしまったんですけれども、東海第一中学校で、サッカーをしてまして、その後藤枝東高校というところでまた、サッカーをしておりました。で、大学は大阪にある阪南大学という大学で、サッカーをして、一応一生懸命サッカーを頑張っていたんですけれども、ちょっと大学の時に手首を、3回生の冬に骨折してしまいまして、復帰が4回の後期とかになってしまうので、ちょっとその後のサッカー人生も考えた時に、非常に悩んだんですけれども、そこでサッカーをやめることを決意しまして、この時にサッカーをやめました。正直夢をその時に失いまして、プロサッカー選手だけをひたすら追っかけて、21歳迎えてましたので、この先どうしようかなっていうところで非常に悩みました。漠然とサッカー選手になって、もし自分がプロに行って、どういうサッカー選手、J リーガーになりたいかなっていうのを想像してた時に、その引退した後に自分で会社経営なんかをしたいなと漠然と思ってて、J リーグの時から、何かそういったビジネスなんかをチャレンジしていって、引退したらその会社を経営していこうみたいな、漠然なイメージを当時からしてたので、その時にサッカーを、辞めた時に、そうしたらもうサッカー選手になれないから、もうすぐ経営者を目指そうと思いまして、起業をしました。で、起業といっても、そんなにかっこいいもんではなくてですね、何も勉強もしてこなかったですし、知識経験も何も持ってないただのサッカー少年だったので、初めはカバン持ちみたいなことをですね、2年ほどしまして、その時にファイナンシャルプランナーの資格と保険の募集人資格というのを取って、保険の営業からスタートしました。それを5年ぐらいやってですね、2015年に株式会社ビリーフという会社を設立しまして、でこの時には保険の代理店とか辞めたんですけれども、2017年から2019年ぐらいまで、サッカースクールの会社も、やっておりまして、全国でサッカースクールを運営してました。でその時に、株式会社スポーツ高橋という、スポタカって言われる、大阪で98年やっているですね、二世スポーツショップがですね、僕がやってたサッカースクールにスポンサーについてくれまして、そのご縁からですね、2018年頃からスポーツ高橋の顧問という形で、経営に携わらせていただいております。2019年頃からですね、そのスポタカの中にですね、マネジメント事業部というのを作りまして、そこで、アスリートのサポート等を、スタートさせました。ちょうど2019年に
ラグビーのワールドカップがありまして、でちょうどまあ今のうちに在籍しているイシレリ選手ですとかメキ選手が頑張って活躍をしてくれまして、まあ、その頃からちょっといろいろそういったマネジメント関連の仕事も忙しくなったので、まあ、その年に、ね、分社という形で株式会社ニュースポという会社を設立いたしまして、まあ、本当にまだ創業して非常に間もない会社なので、まあ、どんどん頑張っていきたいなと思ってるんですけれども、まあ、正直その僕の会社を通してやっていきたいことっていうのはですね、まあここにも先ほども言ったように書いてはいるんですけれども、まあ、なかなかアスリートの、まあ、今現状のこう環境ですとかそういうのをまあ僕もおそばで見させていただいてて、まだまだこう整っていない部分環境があったりですとか、まあ、それがメジャースポーツでも例えばサッカーとか野球とかでもあるんですけれども、最近こう発展してきたそういったラグビーですとか、例えばうちに所属している選手の、まあフットサルとか、まあ、女子ソフトボールですとか、まあ、そういったスポーツっていうのはまだまだアスリートを取り巻くこう環境っていうのは全然整っていないのが現状です。まあ、僕の会社を通してですね、そういったアスリートの環境っていうのをいかに整えていけるのか、アスリートがより輝く社会にしていくにはどうしたらいいのかっていうところを突き詰めていけたらなと思っております。まあ、正直ですね、今のこのニュースポーという会社を含めて、まあ、自分の人生を含めてミッションとして掲げているのが、まあ、僕自身がやっぱりこの幼少期からプロスポーツ選手、まあ、サッカー選手というのを目指してきてましたので、まあ、正直その夢っていうのが、まあ、大学の時に破れてですね、まあ、僕が憧れてた J リーガーに自分自身は能力と努力が足りずになれなかったんですけれども、やっぱり今でもその J リーガーというのには非常にこう憧れも持ってますし尊敬もしています。まあ、でも僕自身が今32なんですけれども、すでに自分の友達とか同級生とか先輩とかもまあ引退している選手もいますし、もうそろそろ32とかになるとまあみんなこう引退が差し掛かるような年代になってきてですね、まあ、僕自身がやっぱり憧れてた、まあ、スポーツ選手、サッカー選手、Jリーガーなんで、まあ、ずっとこう輝いていてほしいなっていうのが自分の思いとしてはやっぱあるんですけれども、やっぱりこう現実としては、まあ、キャリアが、まあ、例えばどんどん下がってカテゴリーとか下がることによってやっぱり、まあ、サッカー選手としての収入も下がっていったりですとか、まあ、引退した後の仕事っていうのに、まあ、スムーズにつけなくてですね、なかなかそこで苦しい思いをしたりですとか、まあ、どうしてもスポーツ選手というと現役時代はいい収入をもらうことっていうのもあるので、まあ、引退した後同じ収入をもらえるかっていうのはなかなかそうではなくて、その後の生活に苦しんでしまうことっていうのも多々見受けられます。で、僕の中ではやっぱり僕が憧れてた職業をこう夢を叶えてくれた人たちなので、まあ、現役中はもちろん輝いてもらうのも当たり前なんですけど、やっぱりこう引退した後でもより輝いていてほしいなと。で、まあ、正直僕自身のですね、こう一生の憧れでいてほしいなっていうのが僕の中に、あるので、まあ、全員をもちろんそういう風にするってこともまあ難しいんですけれども、まあ、やっぱ自分が目指していてなれなかったっていう、まあ、その悔しさとか、まあ、挫折とかっていうところの思いも含めて、まあ、それでプロになれた人たちっていうのを、まあ、一生懸命応援したいなと思いますし、その後にじゃあ引退して苦しい姿っていうのを見たくないので、まあ、引退した後もっと輝いていってほしいなっていうのが僕自身の人生の思いとしてもありますし、まあ、このニュースポーという会社の、まあ、ビジョンでもあります。で、まあ、正直こうやってね言うことは非常に簡単なんですけれども、まあ、なかなかそういったサポートっていうのをまあしていって、まあ、それをこう生業としてビジネスにしていくっていうのは非常にまあ難しくてですね、まあ、なかなかできている会社もないですし、まあ、正直それがこうビジネスにならないっていうところでそういったサポートをしている会社っていうのも少ないっていうのはこれ現実としてあるんですけれども、もちろん僕も会社としてもやっていかないといけないし、ちゃんと売り上げを立てていかないといけないのはもちろんそうなんですけれども、まあじゃあ儲からないから誰もやらないって言っていると選手の環境っていうのはまあずっと整わないままなので、まあ、そこを、まあ、自分のね、夢を叶えられなかった、まあ、挫折っていうところをこう、まあ、自分が挽回していくためにも何としてでも、まあ、うちに今所属しているアスリートとか今後サポートさせてもらうような選手には全力で、サポートをして、まあ、より輝いてほしいなっていうところを、一つ目標として掲げてます。